に大きなリアクションを取るのか。確かに日本人に比べ欧米人のリアクションはかなり大きめ。では欧米の犬もリアクションは大きいのか。そこで欧米人の中でも最もリアクションが大きいと言われるイタリア人を代表してこの人が。こちらの方です。なんちゃってジローラムさんです。パンセッタだよ。こんにちは。なんちゃってこんにちは。どうも。こんにちは。犬大丈夫ですか。はい。わーすごい。すごい連れてきてましたね。これイタリアの犬です。グレタンドですね。昔もうイタリアの代表する。かわいいですね。いやかわいらしい。江頭2時50分から例えがあんまり良くないな。そして今回の実験方法は、まず犬を餌の前で待てをした状態に。飼い主さんが犬の名前を呼んで気をそらした隙に台が回転。目の前から餌がなくなる。その時犬のリアクションは。欧米の犬のリアクションを見る前に、まずは日本の犬のリアクション。欧米と比べて何事にも控えめな日本人。そのお国柄と同じく日本の犬たちもリアクションは控えめなのか。協力してくれたのは日本を代表する犬種柴犬。柴犬ですね。日本代表、日本代表柴犬クッキーちゃん。すっごい可愛い顔してます ね。ちゃんと待てを守って。用意したのは大好物のお肉。果たしてこの餌が消えたらどんなリアクションをするのか。探しますね。急に餌がなくなったのを見ると驚いてはいるが、かなり控えめなリアクション。そこで念のため、これまた日本を代表するウサイン。見かけは怖そうに見えますが、もう待てよ、これご飯待てよ。実は飼い主の言いつけをしっかりと守る、まるで武士のような性格の犬。そんなトサイヌに、餌がなくなるとチラッとは見たものの、野生のマンなのか動じない。そしていよいよ欧米各国の犬たちが挑戦。まずはイギリス。欧米研究家たかによると、イギリスは紳士淑女の国。しかしラグビーなど国民的スポーツのことになると、そんなイギリスを代表する犬がラブラドールレトリーバー。ラブラドールレトリーバー、イギリス代表の犬ですよ。さあすごい真面目そうな顔してる。待って、続いてアメリカ合衆国。欧米研究家たかによると、アメリカ人は感情を体で表現。嬉しい時は思いっきりはしゃぎ、悲しい時は思いっきりうなたれる。そんなアメリカを代表する犬がシベリアンとつくものの、実はアメリカの犬、シベリアンハスキー。見てますね、見てます。待て。獲物を狙っているハンターのように。しゃー。はい、よし。よし。お、あれ？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 今びっくりした。おっと、固まった。意外にも地味なリアクション。おっと、思いきや。
れどこ行ったの？ああ、ずっと行ってるじゃない。めっちゃ動いてる。ものすごいさ、探してません。固まった後は、泣きを上げ、餌がなくなった胸にパラつくように走り回る大きなリアクション。すごいことになってますね。広範囲にわたって驚いているそうです。続いてフランス、欧米研究家とかによると、たくさんの芸術を生むおしゃれの先進国、とにかくプライドが高いフランス人。そんなフランスを代表する犬が、見た目もエレガントなスタンダードプードル。おしゃれですね、さすがに。犬もおしゃれですね。待っているその姿も超プライドが高そう。チラ見チラ見してますね、二度見で。言えた餌に動揺しつつも、ポーズは崩さない。まさにオフランス的エレガントリアクション。そしてリアクションが最も大きいと言われる国、イタリア。陽気で情熱的なラテン系、自分の感情を表に出さずにはいられないイタリア人。特にサッカーのこととなると、そんなイタリアを代表するのは、ジローラムさんが連れてきた犬、イタリアングレーハウンド。小さな体だが、大好物はお肉。ねえ、舌をペロッと出しました。さあ、早く合図を出してくれ。言った途端に動き出し、すごい、開けたわ、みんなも。やったぜ、ベッドを壊して開けましたね。これがイタリアですか。うわやるね。うわ、すげえな。すっごいレアクション。というわけで、タカアンドトシの結論、やっぱり欧米の犬はリアクションが大きい。Oh, no.